ついに世界、ついに世界出すカーズ。まあ苦しい時もあったんですけど、苦渋の決断をしたんですけど、やはり2022年チャンピオンは強かった。さあメジャーフェーズ続きは川崎スカーズ。レイラー落とした。さあスタート。うわー、ここだレック、うまい。今そっちが警戒するか。うわー、レーザーブレムシェル。しかしワッショイ間に合った。大丈夫だよ大丈夫だよ、これプランス利用。あーやべー、モノマネ入りました。抜かれるかどうかですね。ワッショイ抜いた。さあ赤階段上がってきたところ、ワッショイが抑える。潰しにかかると思いますよ。ソルティロック入れてる。ちょっと現地どうなってるんでしょうかね。わ、ここさあレッグは取りましたか。拾うだけだ。レッグレッグ拾った。2人も出た。さあプラントには入ってるが、プラント通った。ガスグレーナーを受けて、またしても太陽魂のプラント。やれー。さあレッグ気づいた。いやー打ち勝つレッグ。いやー太陽がかなり正念場ですが、太陽落とした。太陽落としたという状況ですが、ピョンが耐えている。ピョンなんだ。これがエースの仕事。いやーレッグ、レッグ抑えた。残り10秒。うわー太陽ニトロン取った。ピョンが繋いだ。最後は V2 時間はない。取った。スカーズ決めた。スカーズついに世界のスカーズ。悲願の悲願の世界です。ピョン選手よろしくお願いいたします。聞こえてるかな。聞こえてってこれかな、それとも聞こえていなくてこれかな。うわ、そこ抜いたん。そこ抜いたんだよ。そこ抜いたんだよ。ピョンさん、もう喋ってます、インタビューの方。すいませんね。ピョン選手、はい、本当に本当におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。今のお気持ちいかがですか。いや、マジで終わった瞬間なんかもう、うん、立ちくらみとかなんかもう視界すごいこうなって、なんかもう嬉しすぎて、いやちょっとマジで勝った瞬間泣きそうになっちゃいました。やっとスタートラインに立てたんだっていう。川崎スカーズからしたらここがスタートラインですもんね。そう、ここがスタートラインで、ちょっとうるっとくるものありますね今ね。まあ苦しい時もあったんですけどね、メンバー変更とか苦渋の決断をしたんですけど、それでも今のこの5人で世界大会に挑めるっていうのが本当に素直に嬉しいので、世界戦でもしっかり日本チーム、強いなと思わせられるような試合を見せてまいりますので、世界戦の方応援のほどよろしくお願いいたします。絶好調の2段落とされましたね。おお、わっしょい。これはさあ、ここも来た。ダブルキル。情報が取れているな。スルーした。まだ1人出す。いやダイブした。いやウォーデン、ワッショイ180の管理。いや、フィッシュライスがかばせたか。上の撮影あったのに。いやもう勝つか、これ勝ったー。かなり強めに。うわ強い。でもプラント入れません。いや、フィッシュライス、フィッシュライス、フィッシュライス。落としたワンピオン。分かった。強すぎ。ブリッジして収穫落とされた。おーだよ。おー出てきた。フィッシュライクいい判断。サイちゃん落ちてる。さあそしてピョンが耐える。取ったー。フィッシュライク、スカーズはダブルピーク。削りできる。削られた。スカーズ決めた。やはり2022年チャンピオンは強かった。さあメジャーフェーズ続きは川崎スカーズ。お伺いしていきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。さあレック選手、はい、今のお気持ちいかがでしょうか。率直に、嬉しいのと、結構ニナとは仲が良かったんで、はい、プライドっていうか、それの面でも、格差を見せつけれたんじゃないかなって、ちょっと天狗になってたんで、一緒にいました。でも昨日ニナ選手にインタビューした時は川崎スカーズと一緒に世界に行きたいって言ってました。はい、でも、勝ちは勝ちなんで。川崎スカーズやっぱすごいチームだ、はい、本当に尊敬できるチームだって言ってましたけど、まあ俺らが強いんだ。はい、尊敬してもらってそのまんま、はい、せっかくです。世界の意気込みお願いします。そうですね、絶対ベスト4入ります。これはもう、ベスト4も最低条件です。有観客のところ行って1回勝ってベスト4行って、これがもう叫んできます。続いて太陽選手、
はい、F2 からのスタートですけども、戦ってみたいチームありますでしょうか。そうですね、リキッドと戦いたい。おお、なるほど。それはどうして、はい、まあ、リスペクトしててパルー選手の設定とかを真似してるんで、そこで戦いたいなと思いました。今ステージのリキッド強くないですか。いや、めっちゃ強いです。でも勝てる。勝てます。おー、フィッシュライク選手、今のお気持ちいかがですか。やっぱメンバー変更して初めての大会でルアーの代わりに入ったけど、まあ、実際強いのかなみたいな、正直皆さんからのなんか不安みたいなのあったと思うんですけど、まあ、それを今大会で結果として残して勝ち決めて、まあ、いいとこ見せれたんじゃないかなと思って結構一安心してますね。さあ続いてワッショイ選手。はい、ワッショイ選手が思う川崎スカーズの強みって何ですか。まあ、今日もそうだったんですけど、銀行とか、はい、ラウンドを先取されたりマップを取られてもその次のマップに影響しないところとか、すごい BO3、BO5 やってていいチームだなって思います。さあ最後にピョン選手。はい、応援してくれたファンの皆様に改めて一言お願いいたします。まあ、初めての世界大会なんですけど、自分たちの今の実力っていうのは自分たちがよく知ってるので、まあ、これから世界大会までの期間でしっかりと一個一個修正できるところは修正して、世界の強豪相手にラウンドを取って勝って、皆さんに日本チーム世界でも、参るんだなというところをお見せしたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。最後グータッチで終わりますか。はい、お疲れ様でした。頑張って世界。